今日はファニコンのリクエスト動画です。ファニコンさんの方でね、リクエストを募集したところ、揚げ物とか手作りのリクエストが多かったので、今回は人気のこのチーズボール、冷凍チーズボールを自分で揚げて食べたいと思います。リクエストくださった方々、ありがとうございました。揚げ物系いきたいと思います。今回揚げるチーズボールが、これね、ネットでいろいろと動画で使えそうなものを探して買うんですけど、私気づかずにチーズボール2種類買ってた。ちょっと見た目も若干色とかね、大きさが違うんですよね。じゃあもう早速油で揚げて作っていきます。まずね、油入れて温めます。もう揚げ油用のでっかいの買っちゃった。ノーブランドで開いてないパターンね。そう、買ったばっかり。で、油温めます。ちなみにね、リクエスト他にもいろいろいただいたので、ちょっと他のね、リクエストもやりたいなと思ってます。全部はできないんですけど、抜粋してね、いくつかまた出したいと思うので、少々お待ちください。はい、じゃあ油温まったので、チーズボール入れていきます。こんなのです。熱っ！チーズボール2種類なんですけど、こっちのチーズボール火が通るの早いけど、こっち全然色が変わらない。白い感じでずっといるのかな。出来上がりが分かりにくい。多分ね、こっち側もいける。ほら、なんかもう出てるやついるな。あ、もう全部いけるな。ちょっとあげます。完成しました。チーズボール。なんかこれ2種類作ったんですけど、色が全然違うから区別つきやすいなと思ってよかった。はい、じゃあこれで食べていきます。はい、今日飲み物サイダーです。美味しい。でね、ソースなんですけど、ちょっといろいろ準備したんで入れていきます。まずね、ヤンニョムチキンソース、私のお気に入りで、 UFO ソース、ガーリックマヨソース、そして定番のハニーマスタード。はい、じゃあ食べます。いただきます。どうしよう。じゃあこの色が入った方からいこうか。なんか頭に何かが乗っかってる。カツラカツラが。まずじゃあ定番のハニーマスタードからいこうか。うわー、美味しそう。すごい美味しそう。出てっちゃったのか。この髪の毛みたいなやつ、美味しい。もち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 だけど、チーズはどちらへ、やっぱりチーズお出かけ事件発生してるどこ行ったの。本当に絶対これでしょ。出てっちゃった。うん、でもね、めっちゃ美味しい。普通のチーズボールと全然違う。なんかね、周りがね、ちょっとクッキーっぽい、サクサクしてる。あ、ちょっと待って、こっちも食べてみようか、じゃあ。はい、なんか色がね、染まらなかった、こっちは。白のまんまだったから、ちょっと取るタイミングわかんなかったけど。ちょっと比較で、またハニーマスタードでいきます。こっちチーズ止まってる、美味しい。こっちの色がついたやつよりも、もち感、もちもち感が強い、柔らかい。で、生地が薄いのかな、ちょっと。うわー、最高。これ2種類作ってよかったと思うのが、これ2種類全然違う。こっちチーズ出てっちゃった。あ、この子出てってないんじゃない？色がついた方も出ていってないやつあるかも。でも、ほとんどこの色ついた方は出ていっちゃってて、なんか色が思った以上につかなかったから、出来上がりのタイミングがわからなかった。いや、でもちょうどいいのかな？もうちょい早かったらチーズがお出かけしなかったかも。ちょっとこのヤンニョムチキンソース。
うん、ヤンニョムチキンソースがまず美味しい。あ、てかね、これちょこっとチーズ残ってますね。うん、なんかこっち色がついてる方は食感が美味しい、サクサクしてて、うん、こっちはチーズとほとんどもちもち加減がやばい、美味しい、どっちも。これなんか下にひっついちゃってる。おう、あっ、うん、あ、これどっちもすごい美味しい。なんかどっちもね、いい個性出してます。これね、売ってるチーズボールとはまた全然違う。やっぱ入れてあげるの違うな。開けたてっていうのもいいし。これ、UFO、焼きそば UFO のソース。うーん、おいしい。焼きそば UFO、味濃い、おいしい。やっぱ家でチーズボールいいな。どうしよう、すごい美味しい。次がガーリックマヨソース。一人くらいね、一人ってもう人になってる。一個くらいね、チーズが残っててもいいんじゃないかなって思うけど、こっち結構出てっちゃってるな。うん、やっぱりこれチーズのフライになってる、このパサパサしたやつ。うわ、これ三つ子ちゃんになっちゃってる。揚げ物のもちもちとチーズの組み合わせが最高だわ。チーズが上がってカリカリになってる。これ中見せてなかったですね。次のやつ割ってみます。よし、じゃあちょっと割ってみます。今更だけど、こっちの色がついた方、これ、あー、チーズがね、出てっちゃってるんですよ。出てっちゃった。でね、こっち
こんな感じで、こっちはねかすかにチーズが残ってるものも結構あって、こっちの方がもちもち感が強くて私は好きだけどね、ちょっと白い方。ラスト、最後はちょっといろいろ食べるか。うん、しい。あー美味しかった。ちょっとチーズボール美味しかったなんかでもチーズがねちょっと私の揚げる時間の問題でちょっと出ててカリカリになっちゃったけど、ある意味これカリカリはカリカリで美味しかったかなと思いました。でこっちはちゃんとね白い方は残ってたし、私この白いやつの方が好きだな。でね、ファニコンのリクエスト動画他にもやると思うんで、少々お待ちください。ちなみにファニコンは、下の概要欄から入れます。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。